ダン・イクマの公共局第1番委員長は、ダン・イクマによる最初の公共局である。1950年の NHK 放送25周年、記念事業の一つであった、検証募集還元学局に応募、特賞を受賞した。ちなみに、親友の芥川康氏も、公共2賞によって、ダンと共に特賞を受賞している。 1948年8月から1949年の1月にかけて作曲された。1956年から1957年にかけて改訂。1950年3月21日、日比谷公会堂にて、この絵ひでまろしき、日本公共楽団。ピッコロ、フルートに、オーボエに、イングリッシュホルン、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、 コントラファゴット、フォルン6、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、タムタム、言語オブ演奏時間は約23分。アンダンテマエストーソ、アレグロの単一楽章ではあるが、一般的な四楽章構成の公共曲とみなすことができる。ティンパニによる段階的に細分化されるリズムなど、彼の作品にしばしば見られる要素がこの曲ですでに、 現れている。ありがとうございます。